こんにちは山崎卓見です。今日は事実を伝えるとほにゃららだ。これを言ってみたいと思います。えー、なぜか感じがいい人の可愛い言い方。実はですね、コミュニケーション術が長けている人は非常にナチュラルに喋るので、実はどこが良かったかがわかりにくいんです。なので。 よく聞きながらあの言葉の使い方かな A を喋って B を喋ってそれから C を喋るこの論法なのかなというように耳を傾けて聞く傾聴しないとその人の良さが見えてこないことがよくありますわあ髪の毛切ったんだね可愛い,いじゃんこういう会話聞いたことあると思いますしかしながら。 アドラーはこう言う言んですね褒めるとその人はそれ以上の評価をもらわないと満足しなくなるとなので大切なのは「事実を伝える」あ「あれ印象変わったけど髪の毛切ったあ切っ切たんです分かります分かるなんか違うと思ったら髪の毛切ったんだ」「可愛いとは言っていないんですおおもう来てるじゃんもう 出勤してんだ事実だけなんですだけど聞いた人「あおはようううございいまますす朝から褒めちちゃったこういう気持ちになります何分なのに早いね」ってこうなりますとですね次は「何分じゃいけないのかな」とか「何分は3分過ぎたらこれは遅いのかな」とかいろんな難しい世界とかその時の評価の言葉が高く評価されていかないと私って最近評価されてないんじゃないかなというようにややこしい世界に入っていくんですね。 大切なのは事実を伝えるなんですそんな中でもお仕事何してるんですかはいカメラマンですこれ事実ですよねしかしながらその事実を伝えるときになんかマウント取ってるよねの逆マウントを取っていくとその人が大きな人に感じるという法則があるんです何のお仕事してるんですかカメラマンです これ事実です何のお仕事してるんですか写真撮らせてもらってるんですよ写真撮らせてもらってるんですよは大御所でしょうねえ何のお仕事してるんですかって言われた時にマウントを取った形で私はこういう仕事をさせてもらってるんですよねと伝えるよりもこういうことをさせてもらってるんですって言った方があなたが大きく映る時代なんです例えば えー、あなたがやってきて A、えー、という、えー、人たちに「私はこういう人間だこういう賞ももらったことがあるし何々さんは私のことをこのように評価している」っていうように自分を大きく見せるトークをした場合と。 さんチームのところに行って「こんにちは私はこういうものです」あの「あなた様ああそうですか出身はどこですか?」「あなた様は何の仕事をしてるんですか?」「何がきっかけでその仕事を選んだんですか?」「日々やってること」あ「あそういうことをおやりになってらっしゃるんですね」「A チームと B チームこの人がどう映ったか」「B さんたちの評価の方がより大きく映っていくというのが 今の時代の評価だというに捉えていただくのはいかがでしょうかじゃあ今度は逆にですね、えー、自分より年の若い人に出会った時にああどうもこんにちはおいくつですか23歳。若いみたいな28歳若いもう私の息子とおねでしよう皆さんも若い時言われたことないですかその時に若い 肌ピチピチーとか言われた時にここにもうのごとく川が横たわりますよねもう対岸の人ぐらいおも覚えてらっしゃることだと思いますじゃあ若い人と出会った時に何て言ったらいいのかしらねえねえあの24歳同い年でミュージシャンで有名な人いる藤井風とか同じじゃないみたいなえ二 28? えそれって 大谷翔平たちと同じえ羽生君もいるんじゃないえじゃああいみょんも一緒やばいじゃん頑張らないとビッグネームばっかりじゃん」みたいな形になった時にその人と同じ土俵同じ目線で喋れるこの人は分かっている人だいやでもその私はその人の同じ年齢でどんな人がいるか知らないんだもんっていう人はぜひ聞いてみてください。同い年でどんなな有名な人人るスポーツ選手ととかか芸能人とかえ あの人と一緒なんだえ比べると自分の方がなんか若く見えちゃうよねとか自分の方がすごい落ち着いてるあ老け顔なんですいや絶対得してるでしょ絶対得してるでしょっていうといや意外と得してることあってみたいなあそうこういうふうにやっていくのも一つの手だと思うんですよね。うん、またえ30歳小学校中学校高校校中高の時に ハマってたミュージシャンとか音楽何があるあーあの時代ねあれが小学生の時なんだうわハマったでしょあの曲知ってるしめっちゃいいよね相手が知らない場合があります私はあんまり音楽とか聞かなかったんでちょっと待ってちょっと待ってっていう何歳だったっけっつってあこの曲が流行ってたあ その曲好きだったんです「でどこが好きだった?」って「いやあの人可愛いい」と「えそっち系じゃあ醤油系の顔好き?」みたいな形で同じところで話を進めていくとですね全く相手の聞き方も違うし向こうもこっちに情報を渡してくれる度合いが変わっていくっていうのを感じていただけるんじゃないでしょうか。要は根本的には一体何があるのか。明けろげ 私はこういうふうに思っていますよということを伝えるという、まあ、アイトークですよね私はあなたに対してこういうふうに思ったとか今、えー、と23歳の子を目の前にしながらなんとなく面白いことを言う大人だなぁと思われたくっていろいろ考えると逆に緊張してしゃべれないっていう自分の心の実況中継をすることによってあ この人はこのような心持ちで思ってくれるっていうことは私に対してリスペクトを持ってくれてるんだとかそれを緊張を押し込むために自分の強い態度に出てみたりえ自分のイニシアティブを握るために強い言葉を選んでみたりすることによってあなた自身が誤解を招いてることってたくさんあると思うんですよね。いい方は難しかか簡単か 一つ心のアンテナを立てていただいてあなた自身がその自分の心から醸し出されてくるですね言葉をハッとつかんで紡いでいただくと相手に伝わっていくあれこれの話し方こちらの方にまとめてまいりました。え今回はですねあなたのの、えー、事実を伝えるそのことによって 愛らしいあなたになり愛らしい関係性が人と生まれていくんですよっていうお話となりましたいいねボタン押してくださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いしたいと思います山崎匠でしたすごいことはあっさり起きるなぜか感じがいい人の可愛い言い方山崎匠 五十六冊目、五十六歳にして五十六冊目というエイジシュートっていうのはなかなか珍しいというふうに言っていただいております。えー、セミナーなども展開しているんですが、この可愛い,言い方に来られるそのセミナー、愛で溢れて皆さん帰っていかれるんですよね。なんでこんなに暖かくなるんだろうそしたら可愛い言い方っていうセミナー。 ごっつい人来ないよねっていうやっぱり可愛い言い方言ってみたいっていう人は可愛い人だと思います。皆さんの人生の中で可愛い瞬間をたくさん持っていただいてえいただくこと、そのお手伝いができれば幸いです。ぜひともえお手元にえこの一冊を、そしてえまたこれからもよろしくお願いします。すごいことはあっさり。